はい、それではね、ドラゴンクエスト 11S の続きをやっていこうと思います。グレイグとね、デルカダール城に潜入するという、ところですね。今もう一緒にいるの？あ、いるんだね、うん、はい。お前と青髪の囚人が、うん、飛び降りた時どんな魔法を使ったのかは知らんが、おかげであの崖の上に登れば地下水路に続く道があると分かったのだ。うん、うん、探さなかのか、まず。そういうことね。あ、道具屋さんどこにでもいるな。この人が一番強いんちゃう？うん。そこが、あれなんですか、好みなんですか、タイプなんですかね。どうやって行くの？あ、これか。あ、あるじゃん。ヨッチ族は話せないね。誰やこんなロープ張ったの？罠じゃないのこれ。どう見ても。ここですか？登る？うん。前はなかったよね、こんなんね。よし。うん、あ、魔物が。どんだけいんの？魔物たちが砦の方角に飛んでいく。うん。我々にできるのは信じることだけか。うん、もう来ちゃったしね。ぐずぐずしている暇はない。先を急ぐぞ。行きましょう。ここ？あ、登る。うん。で、あ、こっから入るの。ドラゴンとかいいひんかった？でもここ。大丈夫なのかな？地下水路。懐かしいですね。前取れなかったもんとかあったしな。地下水路。地下牢獄を抜けて出るカダール。これ、え？こっちに行くと何ですか？ドラゴン？一応見とこう。これドラゴンから逃げてきたとこ？かな？ああ、ぽいね、ぽいね。これ倒せへんのかな？これだけ取って、ここもはしご外れてるから、これ以上いけへんね。うん。倒してみる？うん。どうでしょう、レベルいくつぐらいで倒せるもんなのか。呪文、どうしよう。ドラゴン、あれなかった？ドラゴン切り、これでいいや。結構あれしてくれるね、補助してくれるね。ドラゴン斬り、うん、これでいきましょう。これが相手だ。お、激しい炎。あ、これグレイグがやっぱ代わりに受けてくれるんだね。うん、まあ倒せそう。やった！よし、もうちょいやな、うん、お、倒した。よし、さあ進もう。すいません、寄り道してすいません。はい、ラリフォーマ、うん、いいわ。あ、一応ありましたね、称号が。はい、ちょっと寄り道しましたけど、お、本線にね、戻ってきました。敵はいるね、普通にね。あ、これ
買わせるんかな。いける？さささささ。ここ開くんですか？開くんだ。いいじゃん。うん、力の種こんだっか。はい、デルカダール城までね、なんとかたどり着けました。こっからどこに行ったらいいんだろう。2階玉座の間でいいんですかね。階段が大広間から登れるかな。ちょっとそっち行ってみようか。何あれ、なんかいたよ。うん、何、ひどいありさまだな。うん、階段がないの。まで壊されている。マジか。どうやって行くんですか。おそらくこの先の玉座の間に、常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。なんとかして上に上がる別の道を探すぞ。ここじゃないのか。じゃあ、あっちか。あれを、何です。根っこがあるね、大樹の。これはまだ残ってるんだね。はい。紋章、紋章消えてなかった？消されたのではないの？来い、ホメロス。行くぞ。ホメロスはどの時点で、あれでしょうね、乗っ取られたんでしょうね。相変わらずのバカ力だな、グレイグ。ハハハハ、二人とも元気が良いな。お、あ、これマルティナじゃない。挨拶がまだであっただ、ね、我が娘マルティナだ。一人娘なんですかね。お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだぞ、グレイグ、ホメロス。はいはいはい。ああ、この時もらってた。うん。なあ、ホメロス、お前の知恵と俺の力、二つが合わされば王国一の騎士になれるぞ。うん。そして姫様とこの国をお守りするんだ。なんか調べてるね。おい、聞いているのか、オメロス。何？なんだよ。王国最強の騎士に与えられるというデルカダールの盾が、はい、王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろう。しかしな、どうやって見るんだ、王の資質なんて魔法でも使えなきゃ入れやしないぞ。誰にも言うなよ、うん、この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う。誰なんでしょう、うん、マルティナ。我が王だよ。あ、違った。食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質につながっているはずだ。食器棚の裏。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもんな。今晩台所に集合だ。いいな。お。
これは？え？最後のホメロスがようわからなかったね。長らく忘れていた、うん、台所に王の資質へ続く隠し階段がある。しかしこの現象は一体、うん、てか覚えとこうよっていうね。時を超え世界の記憶を知る、うん、そうか、それが大樹へと連なる勇者の力というものなのか。うん、紋章いつの間に復活してんの。台所は城の北側にある食堂の奥だ、うん、そこにある食器棚を調べてみよう。行くぞ。わかりました。ね、もうことごとく勇者にはさ、なんかこう決定権がないですよね。ついていくだけっていうね。どこって言ったら北が、あ、台所ね。はい、行きましょう。じゃあここですね、台所の食器棚の裏。位置的にこっち？こっちだな。はい、動かします。誰こんな通路作ったほんま。あの時は俺が衛兵に見つかって、うん、この階段を見つけることはできなかった。そうなんだ。王に叱られて城中の鎧を磨かされたよ。ホメロスは怒ってな。と組合の大喧嘩だ。あの頃は悪さばかりして王を困らせていたものだ。はい、だがそうだ、楽しかった。うん、二人でデルカダールの未来を担うのだと心から信じていた、うん、そんな思い出話をしてる時間はあるんですか。今までの非礼を詫びる。うん、すまなかった。何を今さらっていう。この先に誰が待ち受けていようとも俺は戦う。うん、もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。あ、ホメロスが待ってんの、もしかして。うんしか言えないんです、すいません。ちょっとそうなると熱い展開になりますね。うん、来た。で、ちょっとここだけ覗いていこうよ。あ、レザーマント、うん、本もあるね。まあ、この辺ちょっとじっくりまた見に行きましょう。で、こっちですか。玉座の間に行ったらいいな。あの二人は敵なんじゃないの。ダッシュ、いけ。セーフ。来たぞ。誰がいるんだ。ホメロスではないっぽいな。もっといかつい感じだった。あ、違う、ホメロスだ。お元気そうで。もうすっかり魔物化してますね。我が友、そして、うん、哀れな悪魔の子よ。ホメロス、やはりお前か。いや、その短期、直した方がいいな、うん、周りが見えていないからお前はいつも空回る。ちょっとそれは強すぎないですか。なぜ魔王に魂を打った。共にデルカダールを守る、そう誓ったはずだ。ホメロス、デル、うん、なぜ、なぜと問うのか。お前が私に。何がおかしい。では、うん、私もお前に問おう。はい。え？なぜお前
前は私の前を歩こうとする。なぜお前ばかりが力を得る。ジラシーですか。なぜだ、グレイグ。引け目を感じてたんですかね。これがきっかけか。私はもうお前の後ろは歩かない。もうそういうコンプレックスだったんですね。愛も夢も光もそして友も、うん、この世界では何の意味も持たない。ちょっと宝塚入ってる気するんですけど。あるべきは力。世界を攻める闇の力だけ。衣装といい舞台といいね、なんか、うん、私の力を認めてくださるあの方こそが真の王、うん、王の歩みを邪魔する者は私が許さぬ。お、ここはでももう1対1でね、決着をつけないといけないんちゃいますか、グレイグは。故郷を奪われ、うん、民を失い、友は去った、うん、英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた、うん、だがまだだ。まだ俺にも守るべきものがある。おう。お前が世界を救う勇者なら、うん、俺は勇者を守る盾となろう。ありがたいですけどね。いや、魔王の手の者よ。その命、私がもらい受ける。うん。それいちいちはワープしないといけないの。我が友よ。お。さあ、お遊びはここまでだ。強そうですね、でもね。お。何？変身すんの？グレイグ。私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。もう完全に負けるやつの言うセリフじゃないですか。満月を背に。何それ。もう声変わってない。字幕がうふふふだけだったね。え、これホメロス、えらい変わったね。あかんやん。我は魔王様の力を受けし、六軍王が一人、うん、四季軍王ゾウで、うん、闇を愛し光を憎む者。我は思う、うん、そなたらは癒し光を望む者たち、そして何より哀れな者たち、うん、濃いね、みんなね。魔王様は闇をお望みだ、うん、
我の命尽きるまで正常なる常闇は消えなれば、この地に光は戻らぬ、うん、よし、もう戦闘にしましょう。強そう。そう、汚れた光を癒しましょう。あ、わかった、オーブだこれ。六大魔王かなんかいたでしょ。六人だからオーブから生まれた魔物みたいなのがいるんじゃないですかね。そうだよね。勝利を我らに。はい、ちょっとヒットポイント回復するの忘れてた。どうやって戦おうかな。何からすればいいんだろう。ギガスラッシュ強いんだけどね。普通に攻撃しよう。33でしょ。ガード率が上がった。隠れと。これでよけれたらいいんですけど、うん、ギガスラッシュも一回使っとくよ。強いんだよなこれやっぱりな。あとはハヤブサギしてもね、ハヤブサの剣なんで、いいわ、普通に攻撃しよう。俺が相手だ。お、いいぞいいぞ、うん、ドルクマ、うん、もうい今武器ガードルパープルオーブなんでしょうね、うん、あ、ちょっと待って、2人になったな。この時にギガスラッシュ使おう。そうしよう。影、痛い、うん、ありがたいね。ゾーン連携技とか使ってくるのかな。鍵をさっき倒した方がいいんじゃない？あ、いって。回復する？返しに来たけど、どうしよう。一旦耐えて、もう倒しちゃおうか、これでな。デホイミしてくれると信じて。うん、お、いて、お、ナイス。ありがとう。で、一回ちょっと回復しとこうか。自分を。うん、お、ナイスナイス。痛い。あとは攻撃で。まだでも全然減ってないね、こいつ。弾くんか。あ、痛い。ちょっと、MP 取っといた方がいいかもね。ナイスだ。あ、また来んのこれ。ちょっと厄介やな。こう火力が少ないんだよな、この。どうしよう。回復を任せるとしてもギガスラッシュ使うか。3発ぐらいで倒すよね、うん、よしよし。バイキルトとかやめて、うん、あ、でも弱ってきた少し。よし、いいぞいいぞ。もう押し切れ、うん、よし、ちょっと回復だ。危ない。よし、回復しよう。ソードガード、うん、ナイスナイス。この時どうしたらいいかな。もうでも MP 取っときたいしね。攻撃しよう。これを、あ、ないっすよ。はい。
とことんダメなんですけど、うん、どうしようかな、もう一回回復しようか。これ結構痛いね。よし、またかもう。ここは通さぬ。はいはいはい、グレイグは死なないね。でもね、ちょっと早く早く早く動け。よし、頑張って頑張って。よし、あ、2人ともゾーンやと。うわクロス、うわ大丈夫、危ない危ない危ない、危ねえよ危ねえよ、回復するわ、痛すぎるでしょ、うん、よしよし、これを当てにしてもうギガスラッシュ使おう、どんどん、よしよし、影はこれで倒すね、足りなかったボスでもそれあるんか、うん、よし押し切れ、もよし倒した、ナイス、よし、うん、はい、私の愛しき闇が気が弱し、光があふれもうあのサクッと倒れてください、サクッと、うん、オーブだねやっぱりね、まあ、6人ボスがいるってことだね、今さらでも何に使うんだろうオーブ、どうし、あ、逃げていった。マッチは復興するんですか、これで。え、ホメロスグは逃げた。もう帰ってくるんですか。さすがだな。来てくれたのか、リタリフォン。うん。馬ですね、うん、常闇は消えた、うん、しかし皆が心配だ、一刻も早く砦に戻らなくては、うん、確かに帰ろう、最後の砦に、はい、うん、あ、ちゃんと馬に2つありますね、はい、な、帰りましょうかね、もう飛んで帰ったらあかんの最後の一人で、はい、帰りますよ、はい馬置いていったはい、帰ってきました、はい、馬関係なかったな、サマンとこ行こうかとりあえずね、どこだ、こっちか、あ、っていうか、え、人っ気がないけど、ちょっと登って登って登ってってちょ、あ、いないぞ、寝れる、寝れない、怪しいのはあれ、神、え、なんだったっけ、あの岩、岩奥の、え、もしかして、ああ、なんかあるな、よかった、誰か誰か、生きている者はいないのか、王よ、どこにおられる、うん、誰
子はいるでしょう、さすがに。この音は音楽は何？あ、ルキだ。この音楽で悲劇はないね。あ、すごい光が、朝が今響く喜びの歌、朝が来た。これ何の歌やったっけ。いや、ここはボイスっていうか音楽つけようよ。メロディーが分からへんもん。あ、いたいた、よかったね。グレイグ、よくぞ、よくぞやってくれた。大変やったね、でもあのボスね。泣いてる。どいて、もうどいておくれよ。お母さんが。どいて。今まで薄暗くてよくわからなかったけど、男前になったじゃないか。やっぱりあんたは私の子だ。勇者よ、はい、グレイグと力を合わせよくぞ太陽を取り戻してくれた、礼を言おう、しかし世界は未だ混乱を極めておる。そなたはこの世界の希望、勇者じゃ、はい、どうかロトゼタシアに光を取り戻してくれ。グレイグよ、今日まで我らが王国のためよく戦ってくれた。今宵の勝利はお前の力あってこそのもの。さればお前のその剣を今こそ世界のために役立てる時じゃ。意味はわかるな。仲間に入りそうだね、やっぱり。砦のことは案ずるな。民は強い。そしてわしもな。なに、悩むことはない。お前の心はもうとうに決まっておるのだろう。鎧かえね、欲しいね、グレイグのね。お、我らが勇者よ、はい、この命今日からあなたに預けます、ここでいいえとかないの。お、すみません、喋れないんで。おー、ありがたいですね。早くちょっと4人パーティー復活させたいね、とりあえず。皆の者、夜が明けたぞ、我らの勝利だ。デルカダールには帰らないんですかね。太陽を取り戻した最後の砦の祝宴は一昼夜続き、三冠の砦に絶え間なく喜びの歌が響いた。そして夜が明けた。はい、なるほどね、はい、じゃあちょっと挨拶しとこうか、王様に。次どこに行くんだろうね。でもね、エマがもうほぼ空気なんですけど。ヒロインではないのか、伝言なんだけど、あなたに大切な用事があるからテントに来てほしいそうよ、いやー、怪しいよ、怪しいよ。また裏があるかもしれないよ、よし。昨日はぐっすり眠れたか、民に眠らせてもらえなかった、よいよい、それこそ平和の証。さてと、本題に入るかも。お、グレイグ、
お前に渡すべきものがあるじゃない。盾じゃない、盾。それはね、デルカダールの盾。お前はわしにとって我が子のようなもの。旅立ちにふさわしき身支度を整えるのが親の役目。うん、祝いじゃ、受け取れ。強いんかな。鎧も、鎧はないの、グレイク。うん、よく似合っておるぞ。その盾は世界最高の騎士の証。姿こそ勇者を守る最強の盾じゃ。良いな。はっ。さて勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。しかしだ、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。ユグノア王、ロトゼタシアにそびえるレーザー、うん、北のゼーランダさんと南のドゥーランダさん、うん、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい。え、どこ？あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう、うん、魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ、うん、ナプガーナ密林を西に進むとソルティアナ海岸に通じる谷がある、うん、そこを越えた先にある山間の石礁を抜ければドゥーランダさんはすぐそこじゃ。まあ、とりあえずそこに向かうんですね。我らも預かり知らぬ道ゆえ何が起こるかわからぬ。心して向かうがよい。はい、よし。じゃあ今度はナプガーナミスリに行くと。はい、ちょっと、あ、エマは何もないの。あなたならきっと魔王を倒してくれる、うん、ずっとずっと待ってるからね、うん、なんかあっさりだよね。そこはいいし、お母さん あれせえへんのかな。また見送りとかないんですかね。一応ちょっと村出てみましょうか。あ、いたいたいた。これだけは覚えておいて、世界を救う勇者だろうが何だろうが、あんたは私の息子だよ。ちゃっちゃと世界を救って石の村に帰ってきてくれ。はい、おーね、お母さんって感じだよね。これ馬乗れんの？うん。寂しそうな目をしてグリーグを見ている。え、リタ・リフォンは連れていかへんのか。馬なしですか、しばらく。はい。はい、でここから旅立つわけですね。なるほど。はい、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またここから続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。